アマゾンはイギリス海軍の駆逐艦。同系艦はない。その名を持つ艦としては8隻目。第一次世界大戦終結後のイギリス海軍は、大戦中に膨れ上がった駆逐艦戦力を整理するため、老朽艦の退役処分を進めるとともに、戦時計画で建造に着手していた未成艦50隻の建造を継続していたことから、 しばらくの間、駆逐艦の建造は行われなかった。その後、1924から5年度で第一次世界大戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだ新型駆逐艦のプロトタイプの建造が計画された。デニー社など5社の設計を比較検討した結果、ソーニクロフト社とヤーロー社に一隻ずつが発注された。このうち、ソーニクロフト社が建造したのが本館である。 なおヤーロー社が建造したのがアンバスケードであった。設計面では、ソーニクロフト海 W 級をベースとして、改正を加えたものとなっている。全長にして3.3メートル延長するとともに、全鋼鉄製環境を採用した。爆露環境の全面には、構成のブルワークが付されており、即居技と新開発の射撃砲、イバンが装備された。 ソーダスタンドは廃止してコンパスのみとなり、上部式書としての機能が付与された。環境構造物内部の区画配分は、ソーニクルフト海 W 級のものが踏襲されているが、病室や専任可視官室が追加された。また、選首楼甲板角角には、作戦室と電信室が設置されたが、これらは、高換性を考慮して、原則から離れた船体中央部に配された。 全部間室前の2看板上中央には、ジャイロ室を新設した。また本級では、空調設備も導入されている。なお、1939年11月の広角法の増備の際に、50トンの固定バラストが搭載された。本級では、速力は3ノット増速、燃料搭載量を約20%増大して、航続距離の延伸を図った。手記は、 ブラウン・カーティス式オールギアードタービンとされており、出力39,500バリー機で37ノットを発揮する計画であった。また低速時の燃費改善のため、パーソンズ式巡航タービンを備えたほか、機関全体の性能向上のため、初めて加熱蒸気を使用した。ボイラーは3動型ヤーロー式水管ボイラー、蒸気清浄は圧力 260LBF、イン2、 温度摂取83.3度であった。兵装面ではおおむね層にクロフトカイ W 級が踏襲されており、手法も同じ45口径 12.0cm 砲4門であるが上記の通り、本級では遠距離射撃を考慮した新型砲位板が搭載された。また広角砲は3インチ砲1門に変えて39口径 40mm 機銃2門が搭載された。 水雷兵器としては53.3立方センチメートル連装魚雷発射艦2機が搭載された。使用魚雷はマーク4であった。その後、第二次世界大戦の勃発を受けて、1939年11月には魚雷発射艦3門を下ろす代わりに3インチ公確保を増備した。また1943年から1944年に、 かけては護衛駆逐艦としての任務にあたり、4.7インチ砲2門、20ミリメートル、機銃4門、53.3センチメートル、魚雷発射艦6門と爆雷95発を備えていた。1944年8月以降は、航空機の訓練用標的艦となった。1948年10月25日、スクラップ処分のため売却された。ありがとうございます。